ご視聴ありがとうございます。今回は春日区に転校した矢沢を狩るために春日区列車に現れた怪物直人に矢沢や周が戦いを挑んだ際のストーリーの解説をさせていただきます。ネタバレにご注意ください。直人に強運を奪い取られた矢沢が春日区に転校し地獄を見るかと思いきや、九が矢沢を守るために春日区に復学したことで矢沢がすっかり天下を取った気になっていました。その後九を護衛につけた矢沢が春日区列車に乗っていました。しかし九を護衛につけても直人に怯え続ける矢沢を正志が蔑みます。すると周が矢沢がボルってるのはお前より直人を知っているからだ、そして俺があやとりをしている時は余計な口を聞くなと言って正志を睨みつけます。その後九が春日区列車に直人が乗ってきても一目でわかるから大丈夫だと矢沢に伝えていました。すると矢沢がお前に心配されるほど落ちぶれていないと格好をつけるのですが、この春日区列車には春日区の生徒の制服を奪った直人がすでに乗車していました。その後九が去って一人になった矢沢を正志が冷やかしていました。すると突然電車のドアが開いて電車の外に正志、さらに他の春日区の生徒が次々と投げ出されてしまいます。そしてこの状況に矢沢や他の春日区の生徒たちが困惑する中、電車のドアを開けた直人が現れます。すると正志の連れの大柄な男が直人につかみかかります。しかし直人はこの大柄の男を片手で持ち上げて電車の外に放り投げてしまいます。そして矢沢に次はお前を試す番だ、お前はこいつらとは違うんだろ、お前に京也がかけた何かがあったら勝負してやる、しかしそれがなければ途中下車だと伝えます。するとそこに周が現れて矢沢に手を出せと言ってあやとり紐を矢沢の手に移します。すると直人が邪魔だと言って周の肩を掴んだその時、周が直人に鉄槌を叩き込みます。そして周が直人の胸ぐらを掴んでたまにはお前を試される側にしてやると言って直人を電車の外で持ち上げて、お前が言ってる退屈しない反応を見せてみろ、眠たい思いをさせたらこの手を離すと言って凄みます。しかし直人は平然とした顔で周の腕をナイフで攻撃し自ら電車の外に飛び出します。そしてすぐに手すりにつかまって電車の中に戻ったことで周が恐怖心のない直人につけ入る隙がないことに気づきます。すると直人が周には目もくれず矢沢に続きを始めようと伝えるのですが、矢沢が立てかけられた傘を発見し何かを思いつきます。そして矢沢が地獄の道案内をしてやると啖呵を切って直人にタックルを敢行しようとするのですが、直人にあっさりかわされ電車の外に出てしまいそうになるのですが、発見した傘を使って電車の外に飛び出すことを回避します。すると直人がお前はただのハッタリ野郎だと言って矢沢に蹴りを入れて電車の外に葬ろうとします。すると矢沢が電車の外に飛び出してしまうのですが、矢沢が持つ傘の手元が直人の足元をすくって、その後に電車のドア付近に傘の手元が引っかかったことで矢沢が窮地を免れるのですが、当然のごとく電車の中で直人に追い詰められてしまいます。するとやけくそになった矢沢が傘を振り回して攻撃を仕掛けるも直人に通用するわけもなく、ナイフを持った直人にリーチをかけられてしまいます。すると矢沢が傘を開いて直人の攻撃を防御しようとしたその時、外から電車内に入り込んだ強風が矢沢を後押しする形になり、今度は直人が窮地を迎えます。すると矢沢が風の動きまで見切れなかったようだなと言って調子に乗るのですが、ここで直人を電車から落としても再度狙われることに気づいた矢沢が直人に手を差し伸べて直人の心をつかむ作戦を敢行します。そしてこれ以上他人をモルモットにしても感情は手に入らない、お前は他人を見切ることができても自分のことが見えていないんだ、素直になれ、お前は感情を欲しがっている自分の気持ちに気づくことにビビってやがる、俺も今日やもお前の魂を救ってやりたいだけだと伝えたことで直人の思考回路に狂いが生じ始めます。すると直人が電車内に這い上がり悪魔に取り憑かれてしまったのか矢沢の腕に食いつきます。しかし電車を掴んだ手が滑り落ちたために
直人が電車の外に放り出されます。すると直人のこの顔を見た春日学の生徒たちが獣人だと言って恐怖に震えます。すると柊が矢沢に怪物直人にマジで火をつけたみたいだなと伝えますが、矢沢に柊の声は全く届いていませんでした。そして一方の直人の方も感情をコントロールする思考回路が壊され始めていました。翌日、直人への恐怖が限界に達した矢沢が遠く離れた地方への逃亡を遂行していました。その頃、成南では父が他界し莫大な財産を相続した直人に資金面の援助を打診していました。すると直人が成南をいくらで売ってくれますかと問いかけます。翌日、成南の掲示板に廃校決定の告知文が貼り出されていました。すると純奈たちが小山に真意を問いかけ、小山が資金面が苦しくなったことで理事たちが直人の話に乗ったと答えます。するとそこに直人が現れて、矢沢が俺とケリをつけるために成南に戻ってくれば廃校は止まると各生徒に伝えます。すると高木が矢沢が戻らなければどうなるんですかと問いかけると、お前らの人生を狂わせた矢沢は二度とこの町に戻ってこれないだけだと直人が答えます。ちなみに逃亡中の矢沢は地元のヤンキーとぶつかって地元のヤンキーに単価を切られるのですが、珍しく矢沢が強気で単価を切り返します。するとそこに地元のヤンキーの仲間が集まってきたことで、絆創膏男が矢沢が自分たちを愚弄したと話を持って矢沢のバッグの中の所持品検査を開始します。すると矢沢のバッグの中から光の名が書かれたこんにゃくやいけない代物が複数出てきたことで、地元のヤンキーたちがこんなやつは埋めてしまおうと発します。すると金髪の男がオズの総長と書かれた特攻服を発見し、ヤンキー王都に出ていた津田沼の矢沢だと発します。すると絆創膏男がこいつがオズの矢沢かと発したことで、地元のヤンキーたちが矢沢に詰め寄り、地方に逃亡しても矢沢に安住の地はないのかと思いましたが、地元のヤンキーたちは大物が自分たちの町に来たと言って矢沢を歓迎します。さらに光にの女まで現れたことで矢沢がこの町で永住する決断をします。その頃、矢沢が戻らないことで椎名が困惑していました。そして相沢までも冷静さを欠いていました。すると八谷が矢沢が戻ってこない気がすると切り出したことで、椎名が八谷につかみかかるなど成南に混乱が生じていました。矢沢不在の成南はどうなってしまうのでしょうか。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。